青井いつきです。よろしくお願いします。それが俺たちフォルトナエンターテイメントなんだよ。私は島崎舞子。これからどうやって売り出していこうかしらね。歌、演技、楽器演奏、芸術、芸能に関わる技術を磨けば髪下ろし、ミラージュの力を使う技術が高まるってわけ。表の顔は芸能事務所、裏の顔はミラージュ事件の調査隊。みんなを元気にしてあげられるアイドルになりたいです。これからリハーサルだから。これからも続くわよ。みんないろいろ悩みとかあるのよ。あなたにはみんなの面倒を見てあげてほしいの。芸能人である彼らに寄り添い手助けしてあげることは、うん、あなたにとっても絶対に力になるわ。パフォーマっていうのは人の心に宿る表現力の結晶なの。やったね。一体何が起こった。何なのあれ。ミラージュの攻撃。敵は異世界から組織だって攻めてきていた。ここがイドラスフィアと呼ばれる空間に潜み人間たちに害をなす存在ということは確かよ。イツキ、お前がイドラスフィアに入ったって分かった時はゾッとしたぜ。あの事件もミラージュの仕業よ。私たちもまだ彼らの正体をつかめていないわ。よこし。一部のミラージュは特殊な才能を持つ人間に感応し力を貸してくれる。俺の名がクロムということだけは覚えて。シーナでいいわ。こいつはカイン、俺の相棒だ。パフォーマー。彼らは物理法則から外れた存在。パフォーマー。こうなったら戦うしかない。ミラージュを倒せるのはミラージュの力だけ。イメージフォーム。クロム、力を貸してほしい。ああ、任せる。ここか。決めてみせ。俺の ブルームパレスにようこそ。そんなパフォーマーを人間やミラージュに合体させて新しい才能を開かせてあげる儀式、それがユニティだよ。行くよ、カルネージユニティ。カルネージフォーム。シーダ、私に力を貸して。ユニティ。簡単に言えば強くなるってことだね。余裕。お願い、届いてプルフの力。行くわよ。よし、行くぞ。